いらっしゃいませ。今回は簡単に昆布だしを作ってしまおうという動画です。それではご覧ください。どうぞ。用意する材料は昆布と水です。作り方は簡単です。昆布を取り出しペットボトルの中へ入れます。入れる昆布の量は自分のフィーリングで、水1リットルに対してこのスティック状にカットされた昆布を1本入れるようにしてます。昆布がこうやってスティック状にカットされているとペットボトルに入れやすいです。これで一晩寝かせれば昆布だしの完成です。僕はこのだしでご飯を炊いたり、味噌汁を作ったり、うどんやそばのつゆに使っています。他にもアイデア次第でいろいろと使えると思います。今回の動画は以上です。短い動画でしたが、お付き合いいただきありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。それではまた。